はいそれではの最後の先生をお呼びしたいと思います、えー、国立循環器病研究センター心臓血管内科の田原芳生先生をお招きしております、えー、田原先生はですね、えー、1993年山口大学を卒業後横浜市立大学国立循環器病センターそして再度横浜市立大学で、えー、講師を務めになられましたと2014年から 現在の国立循環器病センターの医長としてお勤めになっておられます、えー、先生からですねどうしてみんな全庁無視するのかというまあ非常にですねあのきついテーマでお伺いせいそう賜ります、えー、それでは先生どうかよろしくお願い申し上げます、はいえー、国立循環器病研究センター田原です、えー、よろしくお願いします、えー 今日はえっ、ー、はモデル地区となっています、摂津市からのデータをご紹介します、はいえー、これはまず、ですね、えー、約今から10年以上前に、えー、これは摂津市ではなくて、あの大阪の吹田市の、えー、一般市民の方、えー、1000人以上の方に対してアンケートを行っています。 で心筋梗塞の症状はということで聞いてるんですけどあの本日は上田先生伊藤先生詳しくお話ししていただきましたのでこの胸の圧迫される感じだけじゃなくて息苦しさやみぞおちの痛みや背中の痛みなども心筋梗塞の症状になってくるんですがまあ、10年以上前は ままだ周知されておりませんで、えー、先ほど伊藤先生は喉や顎の痛みもそうだっておっしゃってましたけど、まあ、それを10年以上前に答えられたのは3%ぐらいの市民の方しかおられませんでやはりこの心臓の症状を示すのがいかに難しいかということをあのこのアンケートの結果を表しているのとあと先ほどあの伊藤先生があの浅田二郎さんのことをご紹介されましたけどあの胸にあの 強いい症状があっった時どううするかっていうので市民にアンケートしてみると4分の1ぐらいが様子を見るという回答されてますしあとこの浅田二郎さんはあの家族に、まあ、家族も娘さんがお医者さんでしたけど、まあ、家族に相談するというのがまあ4分の1。 でかかりつけの先生に相談するというのが4分の1なんていうことでやはり最初はまあ大したことないんじゃないかとか自分は大丈夫だというようなことでこういった方々にこう相談する場合が多くて自分で病院に行くっていうのはまあ1割ぐらいですしこれがまあ正解ではあるんですけど救急車を呼ぶっていうのはまあ1割ぐらいしかあのご回答がなかったといざそういうふうになってみないとわからないなんていうようなことで。えー で大事なことは、この様子を見てしまうことのないようにということ、そして家族や知り合いにご相談をされたときに、この家族や知り合いが、あの先ほどあの伊藤先生があの浅田二郎さんの娘さんの話をしてくださいましたけど、家族や知り合いが、その本人をあの受診するようにえあの言ってくださることも非常に重要、そしてかかりつけの先生が必ずしも、 え循環器の専門じゃなかったとしても、えー、それは心臓に違いないということで、連携をとってご紹介していただくような、そういうことがあの重要だということを示唆しています。 えーまあ、こういったことがあって心筋梗塞で重要なあの、まあ、4つの鎖があるんですけど、まあ、この中で、えー、循環器の専門の先生がいかに治療をうまく、えー、やってもですね、まあ、こう上田先生、伊藤先生がいかに家庭での治療をうまくやられてもこの患者さんがまず病院を受診してくださいなければ、えー、それらはあの成功しないということで,でそういったこともありまして、えー、この、えー、と啓発というのが盛んになってきております。 まあ予防ですね予防が非常に重要だということですでこの摂津市のストップ m i キャンペーンというのは2014年に日本循環器学会がストップ m i キャンペーンのプロジェクトを始めまして2015年にワーキンググループができました2016年に、えー、摂津市が、えー、この最初のですねモデル地区として、えー、名乗りを上げてくださいまして2017年から このストップ m でキックオフミーティングというのをあの開催した時にやはりこの,あの専門医だけじゃなくてこの医師会の先生あとまあ歯科医師会の先生あとあのこう薬剤師の先生や看護師の皆さんで栄養士会とか、まあ、もちろんあの消防本部の救急隊の人たち で保健センターや保健福祉部の皆さんのご協力のもと、このストップ m i キャンペーンというのを始めましたで。具体的にどういうことをこの2017年から行ったかといいますと、まあえー、と先ほど、あのえー、と上田先生がご紹介いただいたようなビデオを、この、えー、検診の会場やなどで放映してくださいました。で最近で言いますと、えー、コロナのワクチンの接種会場ですね。 えー、順番が回ってくるまでと、あとはワクチンを打った後に様子を見る時間っていうのがあるんですけど、そこの会場で、えー、こうビデオを放映してくださいました。 あとは、このポスターを作って、いろいろな場所に貼ってくださったと。このとこから、特にこのですね、薬,あの薬局の方々が非常に協力的で、いろんなところに貼ってくださいました。そして、この摂津市のホームページと、日本循環器学会のホームページをリンクしてくださいまして、で、情報を発信してくれた。摂津市ではこういうことをやってます、なんていう情報を発信してくださったのと、月に1回広報誌を 出していて、い摂津市の人口は8万人なんですけどこの全国でですね4万3500部を毎月こう、えー、広報誌が出てるんですけどそこに「ストップ m i キャンペーン特集記事を書いてくださったりあとはまあチラシですね、えー、チラシを発行したりあと健康講座 年4回これこういう講座を年4回行っていて12月には特に大きな健,あの健康祭りというのを開催してここでは上田先生にもご講演いただいたりしましたがこういうところでストップエ p m イキャンペーンを周知しました、まあ、その後その他は新聞や NHK のニュースでも取り上げてもらったというような活動をしておりますで実際そういうですねあの健康教室に来てくださった人たちに、えー、と前に と後にでですねアンケートをしましまたのでその結果をお知らせします、えー、そのアンケートというのは、まあ、先ほどこの伊藤先生や上田先生がご紹介されてました通りあり前触れですね前兆というのが、ま、あのどういう症状ですかとかああの、えー、心筋梗塞で、えー、前触れのある人は事前にどれぐらいの頻度で。 この前兆があの感じますか？とか、そういうことをあのま質問してるんですけど、まこれがから結果を紹介しますが、これは摂津市のあの保健福祉課からいただいたデータであります。で、まあ、このキャンペーンを何で知りましたか？というと摂津市におきましては、この広報誌が非常に大きな役割をえ担っておりました。 まあ他で言いますと高齢者の方は知り合いっていうのはやっぱお友達っていうのは大事なんでしょうね。まあこういうところも、まあ、あの、えー、まあ年齢によって、あの、有効なものがいろいろ違うということがこの結果から分かります。あとはこの前触れと思われるものに丸、違うと思うものに罰をしつけてくださいということで、2017年の5月と11月に行ったこの健康教室での、えー、まあ講演の前と後でどれぐらい正解したかと。 いうようなことをこれ示してますけど、えー、このあの上田先生やあの、えー、伊藤先生は上手にです、ね、この腕とか肩とか歯とか顎の痛みを伴う胸の痛みはそうだとおっしゃられたのでこういうの講演を聞かれるとです、ね、最初は知らなかったけどこの点については非常にあの、えー、講演後の回答率がよくなるんですねあやっぱりそういうことあるんだなんていうことで。 回答率が増えるんですけど、意外とですね、あの、この繰り返す胸の痛み、こういうのすごい大事なんですけど、あの、えー、心筋梗塞になってしまうと持続的な胸の痛みですが、実はその前触れというのは、その症状を繰り返すで。伊藤先生はさっき上手な表現をされていて、この地震が、大きな地震が来る前触れだとおっしゃってましたけど、そういうのがそうなんですけど、やはりこれ、認知度と、あとはまあその後、あの、この、 あとこれもなんですけどあの、えー、歩いたり階段を登ったりした時ですか普段より動作があった時にひどくなる胸の痛みっていうのがこれはもうちょっとよくあの、えー、回答率が良くなってほしいまさにこの,あのうんと、ま、先ほどあの、えー、上田先生がご説明になっていたように狭心症の症状というところをまだ あの市民の皆さんたちはあの上手にあの捉えるのが難しいのでここはあ,のあえて私たちが上手にあのお話をしないといけないんだなというようなところであの非常にこの結果というのはあの大事かなと、えー、私自身も思いましたこの繰り返す胸の痛みだったりあの普段以上の労作さで、えー、痛くなると。 でそういうところをあのむしろこの前兆を強調するなら言わないといけないのかなということでこのアンケートの結果は非常に重要です。でまたこの2017年のもうあのまだ始まってすぐのこの健康教室のアンケートの結果なんですけど知ってますかって聞,く聞いて27%の人がもうすでに知っていたというところがすごいのと前兆についてですね分かりましたかというのが、まあ、あの前が もともと知ってたというのは48%で、この受講後にまあ64%くらいの人が分かりましたというふうに答えてくれています。で、これが5月なんですけど、2017年11月になって、やっぱこの知ってますかって聞くと27、27%ぐらいが実は変わらないんですね、半年後ぐらい。 市民の皆さんで27、27%ぐらいの方は知っていると、で全兆もまあ64%止まりぐらいなんですね、この100%ならないんですね、終わった後もも。これはどうしてなのかなと思いまして、えー、もう少し詳しい結果を見せてもらったところ、この全兆についてですね、えーまあ、全体で見ますと、あのこの、えー、健康教室を受ける前が48%が、まあ、 まあた知ってたとで終わった後も64%の人が「まあ、分かりました」と答えてくださるんですけど、えー、これがですね全体像なんですがこの40歳代の方はまあ知らない方多いんですけど終わった後わ分かりましたと、えー、確かにこの講義で分かったとで50代の方も、まあ、終わった後100%になるんですがこの、えー 60代、70代、80代とこう年齢を重ねるにつれてですね、終わった後に分かりましたと回答してくださる方々が、まあ、少ないと。 少なくなってきているということで、やはりあのこの講演内容を工夫しないといけないのかな、そしてえこういう40代、50代の人たちはあの話せば分かると言いますか、まあ、よく理解してくださるので、こいつは人たちをキーパーソンとして、でこの、えー、60代、70代、80代の人たちを助けるというようなことも考えていかないといけないのかなというふうに、えー、思いました。 でそして、これが、えー、と2018年ですね、STOPMI キャンペーンが始まってから約1年後に、この摂市民に、えー、無作為にです、ね、アンケート調査を1000人ぐらいにしてくださいまして、STOPMI キャンペーンを知ってますかっていうアンケートで、まあ、5%ぐらいが知っているということで、これまああの、健康教室に来てくださる人たちは、あの27%ぐらいは知ってたっていうんですが、まあ、一般の人に聞くと、まだ、 この1年後だと5ぐらいただし、この5%というのは、まあ、20人に1人ということですから、摂津市民の20人に1人が1年後にストップマ i キャンペーンをしてたというのは、まあ、すごくあの素晴らしいことではあります。ただ、私たちとしては、このストップマ i キャンペーンをもっと多くの人たちに知ってもらいたいと。 でえー、実情としては、やはりこの20代、30代、40代なんていうのはあの、ほとんどの人たちが知らないんですけど、こういう知らない人たちに周知すると、この、えー、獲得するパーセントは大きいので、いかにこういった人たちにあの知らせていかなければいけないのかなということを、この摂津市の,このモデル地区からのアンケート結果から、えー、知ることができました。 ですから日本で最初のモデル地区になってくれた摂津市の皆さんには非常に感謝しておりますし今後の日本の他の地域の取り組みに非常に役に立つデータでありました私からのお話は以上ですごご聴ありがとうございました。